お疲れ様です。今回は映画アリストテレスの幻工場超スッキリ出動がやっていきます。ついに公開されたこの作品、私もですね岡田真理さん監督脚本を務めるこの方のファンで、これまでたくさんの作品を見てきました。率直な私の感想として、この作品好みなタイプの作品だと思いました。ただ分かりにくいなっていうところもたくさんありました。僕だけではなくレビューサイトなどでも公開直後にしては若干点数が落ち着いたイメージがあります。他の方の意見を見てもよく分からなかったなどの意見もありました。今回の動画では岡田真理さんが過去に出されていたこの自伝本だったりとか小説版の今作、特集を組んだムック本などを読んできて、もう一回見た上で今作のポイントについてお話をし、スッキリすることでもっと今作を楽しもうという動画になっております。ネタバレありの動画になっております。お気をつけください。ネタバレありの動画になっております。ただこの作品ですね、ちょっとこのセリフ回しとか描写が独特だったりするので、ネタバレありを見てからでも楽しめる、入ってきやすい作品になっているのでと思いました。このチャンネルは好きな作品がもっと好きになるような情報やストーリーを発信しておりますので、チャンネル登録と高評価何卒お願いいたします。あとはコメントのやり取りがモチベーションにつながります。コツコツ返信してますので、ぜひコメントしていってください。それでは早速参りましょう。まずは監督脚本である岡田真理さんについてお話ししていきます。というのもこの作品、監督の作家性 100% ものすごいシンクロ率を誇っている作品だなと感じました。簡単にざっくりとご紹介していきましょう。1976年4月23日生まれ。監督のこの幼少期、学生時代を語る上で欠かせないワードというのが不登校です。小学5年生頃から不登校になり、中学生に入ってからはなんでみんなからハブられたのかについて考えて、キャラクターを作って偽ることでなんとかクラスに馴染んでいました。いじられキャラの立ち位置を確立したものの、それにも限界が来て、その後も不登校になっていきます。この不登校の時にはですね、お母さんと激しい衝突をしたエピソードも語られています。なんとこの包丁を持ってきたっていうね、ちょっとショッキングな内容もありました。なんとかですね、その時は事なきを経て、大人になってからはですね関係は改善されていったらしいんですが、その後は高校に入ってからも家から1時間かけて通う場所にあったそうなんですが、その登校中にですねパニック障害のような状態に陥って通うことができずにですね、高校も不登校が続いていき、先生とこの課題のやり取りというか交流を通してなんとか卒業することはできました。その後不登校の時にですねハマっていったこのゲームや漫画アニメ、サブカル女子になっていったところでゲームの専門学校へと通うことを決意します。そして専門学校を通ううちにシナリオライターへの道を目指すことになります。この専門学校はですね、やはりこの高校とか中学に比べてもう通わなくなってもですねまた再開しやすいっていう側面もあって卒業を迎えます。その後最初はですねアダルトの V シネマでなんとかお仕事をもらって、テープ起こし、記者さんがインタビューしたその録音を文字に起こすなどの仕事をして、本当に安い仕事を請け負いながらシナリオライターでなんとか生活していきます。そんな中でアニメ監督とつながりができていて、以降アニメ作品のシナリオを任せてもらうことになっていきます。女性脚本家ならではのセリフ回しとか、その岡田真理さんならではの物語を書いた方がいいんじゃないかという言葉を受けて、自分の経験を作品に反映させていくようになっていきます。その中でやはりこの自分が不登校とかクラスメートに言われたこの自分の心の傷、それをこの不登校のキャラクターと心の傷を作品で描くうちに、観客とか視聴者の人から共感をもらえたりとか喜んでもらったりしていて、自分が抱えていたこの心の傷が誰かの、観客の人たちの心の傷と混ざり合うことでそれが満たされていく幸福感をそれで感じたそうです。そこからは自分のこのオリジナル作品、オリジナル脚本においては自分ならではの触れにくい演出だったりとか独特のキャラクターの言動を織り交ぜていくことになります。特徴としてはこの純粋な純白な登場人物たち、そのキャラクターの思いを傷つける、その先にあるこの心のどうしようもない叫びっていうものがですね、非常に岡田さんの作風として特徴的であります。なのでこのアニメのこの絵のタッチとか予告とかを見て、キラキラしてハッピーな、キャラクターのこのかすかな思いが結実する瞬間を願っていった人ですね、それがぐさーっと傷つけられる瞬間に立ち会うことがあります。賛否が分かれる作品もあったりするんですけれども、逆にこの岡田真理さんの作品でしか味わえないようなこの凄みとか表現があったりもします。特に印象的なエピソードでは、この心が叫びたがってるんだっていう、本当は心が叫びたいんだにした方がこのたがってるんだっていうのがちょっとややこしいじゃないかと、心が叫びたいんだにした方が
観客に伝わりやすいし、お客さんも来やすくなるんじゃないかっていう提案を受けたところ、いや、このたがってるんだっていうのが大事なんだと、叫びたいことがあるわけではないんだと、叫びたいどうしようもないこの欲求だけがあるんだと、叫びたいっていう特定のことがあるわけではなく、どうしようもなく溢れ出すようなたがってるんだっていう表現にこだわったそうです。名前のない心の中にある塊のようなもの、それを吐き出すことで何か名前がつくことを願って、そうやって作品を作っているそうです。なので予定調和なハッピーに向かう、ただただ単純なキャラクターの行動はせずに、ありのままの心の衝動によって行動していく、まあ、なので見え方によっては暴走しているように見える言動もあったりします。そんな岡田真理さんだからこそ登場してくるこのキャラクターとか作品の設定の中には、不登校だったりとか、あるトラウマをきっかけに話せなくなってしまったり、過去の出来事で感情を失っていったりします。自分の止まってしまった時が動かすための衝動、それが心の傷だったりします。その一見するとマイナスに捉えられがちな傷、それが良くも悪くもみんなの登場人物の運命を変える瞬間に立ち会えるわけなんです。はい、そんなところで今作についてどうなっているのかをご紹介していきましょう。まずですね、物語の簡単なおさらいやっていきましょう。まずこの三布施町、この世界は幻であると、現実の世界は現実の世界で別で存在している。この幻の世界においては変化を望むと蜃気楼、煙の狼がやってきて消されてしまう。この世界を継続するために逸見を閉じ込める必要があると言われている。そんな逸見を最終的には現実へと送り返す、大まかな流れはこんな感じです。設定、物語の設定が、ちょっと特殊だし、言動、セリフ回しとか、あとは最後どうなったかのこの着地っていうのが見る側が考える部分が多い、ふわふわしてるっていう部分で結構ねモヤモヤするんじゃないかなと思います。というのも、もともとですね、小説として書いていたものが途中で止まってしまって、今回映画を作ってみないかということで映画のシナリオに書き下ろした。なので、世界観設定もですね、大きめで広めの世界観になっております。さらに作品の中にはですね、このドロドロとした部分とかギスギスした部分、このちょっとよどみがある暗い部分っていう、この岡田真理さんのですね、この作品を見た人から言われた自分のこの負の側面を消化するために、こういう作風で作ったそうです。なので作品の中にはですね、今は亡き、このなかなか見られない描写はたくさんありましたよね。ブルマだったりとか、タバコのあのバス停にある灰皿だったり、子供が失神して遊ぶ、今とかアニメとかだとね、やると危ないって言われてやれなそうですよね。ハッカーパイプとか、製鉄所とか、あとはねトイレのあの絵を始末するシーンとか、あとはねこのパンツが見えてしまったりとか、なかなかない描写が描かれております。ちなみにですね、冒頭で流れるあのひびが割れる時にかかる曲が、川村香織さんの神様が降りてくる夜という曲が使用されております。なんでこれを使ってるのかわからないんですけど、ひょっとしたらね岡田真理さんが好きな曲なのかもしれませんが、今作においてその傷ですよね、相手を見るとチク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 してくるこの痛みというものがキャラクターにおいての情動や活力になっていきます。その心の裏側にある衝動が見え隠れするような描かれ方になっております。主人公の正宗が逸見の世話を手伝いに来るのは火曜日と金曜日でした。閉じ込められて犠牲になる逸見のためにですね、映画だと分かりにくいんですけれども、小説だとはっきり書かれてるんですが、土曜日に睦美がいない時に逸見にですね、この絵本を読ませたりするためにこっそり正宗は来るようになります。だからこそあれほどのですね、激高、もう鬼の表情で睦美はですね、正宗に対して怒っていたわけなんです。ただこれもまた睦美が逸見のことを好きになってはいけないにもかかわらず、あそこまで怒るということは逸見を守りたいという彼女への愛情の裏返しでもあります。さらに睦美というのはですね、学校では普通を装う、小説版だとですね、本当みんなと仲良く、ああいう冷たいクールな感じじゃなくて、こうごくごく一般的な少女でも綺麗な少女として描かれております。ただ屋上では正宗に対して別の表情で冷たい眼差しで彼を見ていきます。そんな睦美のことを正宗は気になってしょうがないわけなんです。それが結局は好きという感情の裏返しになっていくわけなんですけれども、この正宗がつけた逸見の名前っていうのも、ひょっとしたらあの語っていうのを、自分のマサっていうのと睦美を掛け合わせたような名前になってるのかもしれませんよね。その後なんやかんやなんやかんやってですね、園部を正宗は振ってしまうわけなんですけれども、これも誰かを傷つけてしまったことで自分が睦美のことが好きだっていう気持ちに決定的に気づいてしまいます。園部もですね、ただただ車に乗せてもらったから好きになったってメンヘラ少女ではないんですよ。もともと正宗のことが好きだったっていう描写が、小説版を見るとですね、より分かりやすく描かれております。だからこそいろんな行動をしてたんですね。例えば正宗がおそらく気になってるだろう睦美の靴を隠したりと
か、政宗が気になっているだろう睦巳のプリントを届けるために手を挙げたりとか、ひょっとしたらね、政宗も一緒に行くって言い出してくれるかもしれませんから、まあそういったですね、細かいこの心の言動っていうものがですね、何回か見るとよりこう楽しくなる作品だと思います。他にも時宗、おじはお母さん、政宗の母、美里の同級生でした。ですが、下宿先に秋宗、父がやってきたことで、その里見と秋宗がくっついてしまう。いわば、同級生の女の子を兄に取られてしまったわけなんです。ですが、そんな時宗も彼女たちを守りたいという自分の衝動のまま最終的には行動していく。秋宗の秋宗で、秋宗の方がですね、大学を中退して、で、地元に戻ってきて、そこに里見が来て、子供ができちゃって結婚してきてという、結構流されて生きてきた人物なんですね。なかなか変わりたくても変われない秋宗が、息子がただただ好きで絵を描いていくうちに成長していく、自分も息子のように変わりたいと願っていくんですが、心のどうしようもない感情によって結局は消えてしまいます。ただしその秋宗が感じていたこの自分の矛盾とか傷っていうのが政宗たちに繋がっていって、最終的にこの逸見を助けよう、現実世界に戻してあげようという行動に繋がっていきます。どこへも行けないこの閉じ込められた見伏せという世界観の中で、さらにどこへも行けない逸見を見ていく、そして現実世界があるということで、ひょっとしたら自分たちは消えるかもしれないとしても、現実へと逸見を返してあげたいという衝動に駆られ行動に移していきます。この絶対に終わる幻の世界において生きてる実感を感じるために、彼らは行動を起こしていきます。その活力の中には恋ですよね。誰かと一緒にいたい、心が痛いだけでなく一緒にいたい、この情動にも駆られ、それが爆発して政宗と睦巳は熱いキスを交わしていきます。ただそれを見ていたこの逸見ですよね、逸見からすると政宗というのは初めて自分のことをですね、人として優しく接してくれた異性なわけなんです。政宗のことを好きになってしまう、好きになってしまったがゆえに二人のキスを見てしまったこの痛い情動がこの世界の消滅へとつながっていくように演出されていました。監督の岡田真理さんはインタビューで、この幻の世界はどういったところが着想を得たのかというと、同じように、まあ、ちょっとですね、この閑散とした街を見た時に、この土地が見る夢、寂しくなっていく土地が見る夢ってどんなものなんだろうっていうところからですね、この作品の幻の世界を考えたそうです。あの製鉄所が爆発した時、それはこの土地の終わりを意味します。店という土地はもう製鉄所のおかげで繁栄し、飲食店ができて家庭ができて栄えていきました。ここで暮らす人たちは製鉄所に就職するか、実家の家業を継ぐか、外の町に出ていくか、選択肢は少ないです。製鉄所がなくなった今、この土地が終わってしまう、製鉄所があった時代を夢として残すようになっていたのではないでしょうか。ただし土地というのは人々から忘れ去られ、信仰されなくなっていけば力というのは衰えていきます。夢を継続する依り代として逸見を神隠しとしてさらってきたのではないでしょうか。このなんで逸見がやってきたのかっていうところの描写がですね、本当全くないので、小説版にもここなくてですね、まあ、すごくこの辺はですね、見る側でなんか穴を埋めるか、まあ、そこは考えずにキャラクターにフォーカス当てて楽しむのがいいのかなとは思うんですけれども、結局ですね、ひび割れた世界の上で第5航路、蜃気楼を作っていた航路が停止してしまいます。ここでポイントなのが、現実では実際にはですね、逸見がいなくなってから10年以上と語られております。まあ、この幻の世界と現実世界同じ時間が流れていくのかは分かりませんが、現実世界の方が寂れてるんですよね。この幻世界の方がまだ製鉄所があって人々が住んでいる時代でしたが、ひび割れた向こうの世界の方が空き地になったりとか空き家になったりとか、製鉄所も寂しいものになっていました。戻ったとしても密接の土地が栄えて幸せに暮らせるわけではないですね。ただしそれでも現実の時が止まった自分たちでも何とかしてあげたい、逸見の奪ってしまった可能性を取り戻させてあげたい、存在が不透明な自分たち、終わりが約束された自分たち、圧倒的な閉塞感がある自分たちだったとしても、それでも突き動かす情動、人の心というものは抑えることができないんです。異常な世界でも人は変わることができるんです。まあ、この作品において例えばこう絵が上手くなったりとか、心が変化した人もいるんじゃないかと、それでひび割れて消えるんじゃないかと思う人もいるかもしれないですけれども、変化した人が消えるっていうよりは、この幻の世界が嫌になった人、未来なんてないじゃないかと絶望してしまった人だったり、もうこの世界から消えてしまいたいと思う人たちが蜃気楼で消されていったように見受けられました。この理由なき心の魂、逸見を現実世界に戻したとしても世界がどうなるか、このまま消えてしまうのかは分かりません。ただ
それでもやっぱり罪を返したいという情動は変わりません。第五航路が停止して蜃気楼が発生せずにひび割れは進んでいます。時宗はこの世界を守りたいということで止まってしまった第五航路ではなく第六航路を今度は自分たちの力で動かしていきます。第五航路っていうのは自分たち働いてるふりをしてるだけで勝手に蜃気楼が出てきてたんですけれども今度は人為的に蜃気楼が動くんじゃないかということで蜃気楼を発生させていきます。この時宗以外にもせっかく結ばれた腹チンも終わらせたくないということで逸見のことを誘拐してしまいます。ラストはもうこのキャラクターたちがですねみんなバラバラなんですね。身勝手な情動ばかりで行動していきます。よくあるアニメ作品だと、最後にハッピーエンドに向かうためにみんながこう協力して一つのことに協力して例えば障害となる人がいたとしてもそれをなんとかみんなで乗り越えようとしていくじゃないですか。今作においてはみんなですねもう逸見が戻るとか関係ない、俺は里見はお前たちを守るために工場をもう一回動かすんじゃとか、もうあんたたちのことなんて知らないみたいな、せっかく私は付き合うことができたのにとか、もう勝手な行動ばかりしていくんですね。だからこそキャラクターのこの情動っていうのはより際立つんですけれども、そう考えるとですねまともなのは俺だけかって言ってた相模が実は一番この幻世界では確かにまともだったのかもしれないと思うぐらい、もうキャラクターが心のままに動いていくラストになっていきます。最終的には冷たくしていた睦巳も素直になっていき親のような感じで接していくんですけれども、それでも現実世界に返すために逸見を強烈に傷つけていきます。それは逸見が持つあの世界に戻った後の可能性のためです。現実世界でもこれからきっと傷はついていきます。それでも逸見のことをずっと思い続けてくれる現実の人たちのために、そして彼女の未来のためにあえて傷つけて送り返す決断をしていきました。そのやり方もですね本当にこうドロドロしたような言い方でぐさりとね、政宗が死んで思い出すのは私のこと、私が死んでも思い出すのは政宗のこと、この完全に逸見を傷つける感じで言ってましたよね。さらにそこで現実の政宗があの列車にたまたま置いていた発火パイプを見たことで睦巳は自分が元にいた世界のことを一瞬思い出します。そしてベールを逸見から睦巳に渡していく、ある意味この彼女にとってのこの送り出す送り返しのような感じになってましたね。またはこの世界で生きている彼らへの祝福なのかもしれません。ただしこれまで育ってきた逸見からすると、この世界との別れは痛くて痛くてたまらない心のどうしようもない叫びですが、政宗たちからすると彼女の未来をつなげることができた、それはこの幻の必ず終わる世界だったとしても自分たちが俺たちは生きていくと決意を持って進めるような出来事になっていたのではないでしょうか。菊入政宗は相模睦巳と生きていく、この心が感じた傷、それが圧倒的な情動につながっていく、自分が抱えたトラウマとか傷は忘れられない糧にもなっていくんです。閉塞的な世界でも変わって未来に進むことができる、これはいろんなことに通じますよね。例えばちょっと前だったらコロナ禍の状況だったりとか、今のこのなかなか元気がなくて閉塞感がある日本の状況だったりとか、自分の身の回りの環境、職場とか人間関係でもありますよね。閉塞感、どうしようもないことを感じていても心の情動のままに変化していくことができる、それは必ずしも幸せなこととかラッキーなことではなく強烈に傷ついたことが自分を大きく動かしていく、それこそが生きる活力が湧く物語になるのではないでしょうか。はい、まとめに入っていきましょう。最後には現実世界での政宗の絵で終わりを迎えます。これは途中で描いていた絵ではなく逸見と睦巳が寄り添う絵で終わりを迎えました。その横に書いてある文字がこのパンフレットにも書いてあるので、その文字を見るとまたね解釈が変わってきたりもします。もちろん人それぞれいろんな解釈ができますが、よりですね解釈の幅が広がってくると思います。失恋で感じたこの傷が彼女の未来へとつながっていく、小説では彼女は美大へ進んだことが明らかになっていきます。今作のタイトルにあるアリストテレス、これは紀元前300年代の古代ギリシャの哲学者の名前です。プラトンの弟子でソクラテスとともに、当時活躍した哲学者。今作においてこのアリストテレスの名前以外にも作品の中にこの必殺技みたいな形で少年してこのエネルゲイアっていうのがね言われていたと思うんですけれども、これは可能体と現実体の中で現実体のことを指します。これ可能体っていうのはですねデュミナスというふうに言うんですけれども、デュミナスというとねガンダムを思い出しちゃう人もいると思うんですけれども、これ何ぞやと言いますと、この目的に向かう前の段階状態のことをデュミナスと言って、
そこからですね、目的に向かっていく、向かったことを現実体、つまりこの変化、行動していることをエネルゲイアとアリストテレスは定義したそうです。繰り返しつながっていく日常、そんな中でも、誰かを思い傷つく気持ち、変化して行動すること、その衝動を人間は止められない。引きこもり期間が長く、それでも傷つきながらも外の世界へ出てシナリオライターとして活躍してきた岡田真理さんだからこそ描けた物語なのではないでしょうか。マッパが描く圧倒的な映像美、動く作画の素晴らしさではなく、今回は一枚の絵としての素晴らしさが際立っていました。中島みゆきさんのアニメ初書き下ろしの重厚な音楽がかかり、幻である世界から我々観客の現実世界へと痛みを届ける、架空であるはずのキャラクターの心臓の音が我々の耳に鳴り響くような激しい情動を感じるエネルギッシュな作品になっていたのではないでしょうか。はい、最後までご視聴ありがとうございました。なかなか全てのことに着地が見えない、見てる人それぞれでね解釈ができる作品だと思いますので、皆さんのいろんなコメントお待ちしております。それではまた次の作品でお会いいたしましょう。さよなら、バイ。